新井隆弘は、競輪選手。長崎県出身。日本競輪学校第82期卒業。日本競輪選手会佐賀支部所属。師匠は、佐賀支部長の原司。ホームバンクは、竹尾競輪場。佐賀留国高等学校在学中の1997年に、国民体育大会で、個人スプリント2位などの実績を挙げ、日本競輪学校に、 第82期生として入学すると、同期に、兵道和也らがいる中で61勝を挙げて、在校成績2位となり、さらに卒業記念レースを制覇する。デビュー戦は1999年4月2日の、佐世保競輪場で迎え、初勝利も同日。2001年12月29日、競輪祭で行われてきた、新人王戦に代わるデビュー3年未満の選手による、 GII タイトル戦、ヤンググランプリがこの年から開催されたが、最終バックストレッチから豪快にめくって、初代優勝者に輝く。この間、荒井は、競輪の傍ら、自転車競技の日本ナショナルチームのメンバーとして、国際大会にもたびたび出場し、2001年、2003年の世界自転車選手権では、共に 1km タイムトライアルに出場。 2003年の全日本自転車競技選手権では、1km タイムトライアルで優勝。また、競輪の方でも、GI でしばし準決勝に進出するなどして着々と力をつけていた。だが、2003年の世界選出場を契機に、自らナショナルチームからの離脱を宣言して、自転車競技から決別する。 2004年8月に開催されたふるさとダービーにおいて、ビッグレースとしては初めて決勝へと駒を進め、三着に食い込む。しかし GI では準決勝進出止まりの状態が続いていた。だが、2006年12月開催の全日本、選抜競輪で悲願の GI 決勝進出。その決勝では、熊本の講師正臣を連れて2センターからめくりを放ち、 自らはまくり、不発に終わったものの、マークの講師が、洗井の動きに乗って、直線で鋭く伸び、優勝を果たした。2007年は、高松の宮記念背景林、友人新脳イで決勝へと進出。これらの実績により2008年は、初代 SQS ファン18名に選出された。2018年5月1日。 第72回日本選手権競輪初日一時予選、第 2R、中川誠一郎のめくりに乗って一着。10秒4で、平塚競輪場のバンクレコードを更新した。10月24日、九州地区プロのスプリントで、ライバル中川誠一郎を制して5連覇、通算7度目の優勝をした。自力先鋒主体の選手で、馬力という点においては屈指のものを持ち、 とりわけめくりが決まった時の勝ちっぷりには目を見張るものがあるが、展開にはまらなければ大敗するケースも少なくない。競争における闘争心の凄まじさには並外れたものがあり、場合によって追込選手よりも激しい牽制や張りなどを見せるなど、自力選手らしから抜気合いを前面に押し出した走りが持ち味となっており、成績を安定させることができれば、 GI タイトルをつかむ可能性を十分に持つ位置にいた。しかし、競輪選手にとって、重要な両膝の関節を痛めてしまい、手術から復帰した後は、成績が安定しない状態が続いてしまっている。ありがとうございます。